おしまいは皆さんが手作りした幸せな料理を紹介するハッピーワンディッシュです。まずは岡山市のリエさんの一皿です。北海道からジャガイモがたくさん届いたのでジャガイモ祭りを開催。ジャガバター、肉じゃが、ポテトサラダにナスの揚げ浸しも添えて高カロリーかなと思いつつ美味しくいただきました、はい、すごい盛りだくさんですね。そうですね、ジャガイモが3品あるんですね。フルコースみたいな感じになってますけど、そうですね、美味しそうですね。ジャガバター食べたいですね、うん、はい、続いては総社市の木のりさんの一皿です。ダッチオーブンでローストガーリックチキンを作りました、うん、はい、肉はジューシーで皮はパリパリと、はい、ダッチオーブンですって。そうですね、おしゃれですね。おしゃれですね、はい、ローズマリーが乗ってるのもいいですね、うん、はい、あの皮の、ね、パリパリ感がすごく出てて、ね、美味しそうですね。最高でしょうね、はい、今日も手作りの一皿で最高の幸せをハッピーワンディッシュでした。